10番神奈川高幸さん、はい、おはようございます。高齢者および観光のお客さんなどの島内における移動手段の整備について質問します。新型の、コロナウイルスワクチンの接種が始まっています。ある自治体ではワクチン接種会場までバスやタクシーによる送迎を行っています。八丈町においても坂上など会場から遠く移動手段がない方は困っているのではないでしょうか。3月の定例会では町営バスの愛外線の廃止や観光のお客さんの足の確保について多くの議論が交わされました。これらの問題について私も数人の方から相談を受けています。困っているのは観光のお客さんだけではなく高齢者の移動手段についても何とかしてほしいと悲痛な声が聞かれます。特に高齢化の進んでいる八丈町で安心して生活するには避けては通れない問題です。高齢により運転免許の更新ができなかったり自主的に免許を返納した方もいます。今までは好きなところに行きたい場所へ行っていた方が大変不便な思いをしています。公共の交通機関である町営バスは路線が限られ運行本数も少なく利用できる町民はほんの一部の人に限られています。足の悪い人も多く重たい買い物の荷物を持って歩いている方を見かけます。車に乗せてくれる家族や知人がいればいいのですが買い物や通院などで困っている町民は増えています。移住や定住の取り組みは行われている一方で住み慣れた島で生活したいが今のままでは生活できないと子どもの住む島側に転出した高齢の方もいます。いくら移住者を増やしてもこれではざるに水を流しているようなことにはなりませんか。町営バスは採算性を考えて運行しなければなりませんが町民の福祉に加え観光のお客さんの利便性も考えなければなりません。飛行機や船の発着時刻や町営バスへの接続などを考え多くの市町村で活用されている小回りの利くコミュニティバスか乗り合いのバスやタクシーを利用したデマンド交通などの導入を考えなければならないと思います。町の重要なインフラを整備するためにこの問題に取り組む必要があると思いますので町の考えを聞かせてください。なお町営バスだけの問題ではないので関係する福祉健康課、産業観光課、美容課の各課からそれぞれの立場での回答をお願いします。企業課長、おはようございます。それでは10番神奈川高幸議員の島内の移動手段整備についてのご質問にお答えいたします。議員のご質問にもありますように町営バスは採算性を考えて運行しなければならないことが基本であると認識しております。現状では住民の最低限の生活路線を維持する乗り合い事業におきましては毎年厳しい経営状況となっております。このような中高齢者や観光客のニーズのすべてをバス事業に対応することは難しく将来的なバスの在り方も検討しなければならないと考えており、その中で島内の移動手段につきましては町全体で検討していきたいと考えております。バス事業におきましては今後も状況を見ながら利用しやすい方法はどのようなものなのか検討してまいります。以上で回答させていただきます。今代表してということで企業課長が答弁されたそうなんですけど、はい、お願いします。
民生委員を行っていたときに高齢者の調査を行っていましたが、何のための調査なんでしょうか。困っている方に行政として救いの手を差し出すために実態を調査しているのではないでしょうか。近くにスーパーのある担当エリアではありましたが、買い物などの移動に不安があるとの声を聞いています。移動手段で困っている高齢者の実態を把握しているのであれば、実態とその対応策を教えてください。次に町営バスの、路線バスについてなんですが、多くのお客さんが乗っているのをほとんど見たことがありません。利用者が少ないのは使い勝手が悪いからです。運行本数と路線に問題があると思います。毎日のように温泉に通う方は見受けますが、1便あたりの平均的な利用者数と町民と観光のお客さんの利用割合が分かれば教えてください。福祉健康課長、はい、以上はい、おはようございます。では私から十番議員の高齢者の方の移動手段というところでですね、議員のご指摘の通り、高齢者の中には認知機能検査等による免許更新の停止や自主返納をされて、従来と同様の自動車による移動ができず不自由な思いをされている方がいるということも認識してございます。またですね、この問題はですね、31年度の9月の定例会におきましても3番議員からもご質問をいただき、町としても高齢化が進む中、高齢者の移動手段を確保していくことは重要であると回答した記憶が私でございます。同じような回答となり恐縮ではございますが、現状はですね、移動支援にかかるサービスとしまして、交代券の中で提供をされており、それぞれのサービスに該当要件と細かく規定されているため、高齢者全体のニーズに当てはまらない、要件を満たさない場合も存在すると考えております。町の公共機関は十分ではないとのご意見ですが、現状としましては、東京都のシルバーパス、それと、八丈町の老人優待乗車券を積極的にご利用いただくようお願い申し上げます。ただ町としてはですね、既存の制度も積極的に活用しながら、こうした現状を踏まえまして、スピード感を持ってですね、各関係機関と協議検討してまいりますので、ご理解のほどをお願いしたいと思います。企業課長、はい、1日の、平均の乗車人数につきましては、2019年度の調整要欄のバス運行実績の方の数字を用いまして、年間の日数で割ったものになりますが、9万6100人、年間乗車している計算になります。日数で割りますと1日あたり263人という数字になっております。これは当然シーズンによってばらつきがございますが、一応こういう数字になっております。10番、思ったような回答は、得られなかったので町長に質問します。何回かの人が休暇になってから町の広報や議会代理を読む人が増えているようです。議会代理を読んだ人から多くの議員からいい質問や提案は行われているが、ほとんど実現されていない、町に対して議会は弱いのではないかと厳しい指摘を受けています。3月の定例会では町民の声の代弁者である3人の議員から島内の交通に関する質問や提案などがありました。この時の公益企業の課長からの答弁ややり取りを聞いていて、
簡単にできないことはわかります。ただやる気さえあれば解決できる方法はいくらでもあります。多くの市町村で同じような問題を抱え、それぞれの地域に合った工夫で対応しています。テレビの旅番組を見ていて、出演者が電話で予約して小型バスが迎えに来てくれるシステムを見て、これだと感じました。特に興味のある取り組みはデマンド交通です。これは利用者側に至って需要に応え、小型バスや乗り合いタクシーを活用し、定められたエリアの中で運行時間やコースを運行時間やコースに加え、発着場所を自由にでき、町民だけではなく観光のお客さんも電話すれば近くまで迎えに来てくれるシステムです。乗り合いになるため目的に最短の時間で行くことはできませんが、成功している事例は多くあります。市町村の規模や立地により対応は様々ですが、行政だけではなく民間のタクシー会社と協力して対応しているケースが多いようです。坂上と坂下間は町営バスを利用し、接続時間を合わせて利便性を向上させれば、路線バスの利用者も増え、運行本数を増やすことも考えられます。今回の3つの子から回答を求めたのは、行政の縦割りがネックになっていると思いますので、かの垣根を越えたプロジェクトチームなどを作って、各地域の自治会、老人クラブ、婦人会、PTA や観光協会などから運賃やルートなどの意見を聞いて、多くの町民や観光のお客さんの要望に応え、安心安全な島の生活を守るために対応する気はないのか、町のリーダーの考えを聞かせてください。はい、お答えいたします。先ほどから、担当課長が申し上げてますように、まあ、今縦割りのお話がありましたけれども、これ公益企業として、今のバスの現状、人員の問題、バスの、車両の問題とかですね、そういう中で、これを今、高井議員が言いますように全てやるというのは非常に困難な部分がありますので、縦割りと言われますけれども、やっぱり福祉の面は福祉で考えないとこれは先に進まないなと考えておりますので、公益企業として考えるのか、その辺はまた細かく、先ほどいろんな方面の人の意見を聞くとなるとですね、今の現状では、対応できないという部分がありますので、今の福祉の、まあ、福祉で対応している部分に町単独で上乗せするとかですね、そういう具体的な方法を、考えてやっていかないとだと、路線は残さなくてはならない、なんて言いますか、貸し切りは残さないとやっぱり今の、企業の収入にはならないし、そういう部分も考えてですね、福祉と、公営企業の部分と切り離して、議論していきたいなと考えておりますので、ですから全ての、福祉関係の要望に応えるという、どれだけその部分に応えられるかという部分で福祉課の方でも、検討させたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。